はい、それではお時間になりましたので、寺岡浩二さんの MA と組織名分析を使ったコンテンツマーケティングを行いたいと思います。それでは早速、寺岡さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ聞こえてますかね？大丈夫ですかね？はい、聞こえてます。大丈夫です。はい、はい、では始めさせていただきます。マウティックと組織名分析を使ってですね、行ったコンテンツマーケティングの、まあ、事例ですねについてお話しさせていただきます。ウェブプラ合同会社の寺岡と申します。よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介の方をさせていただきます。今はウェブプラ合同会社という、まあ、一人会社なんですけど、そちらの方で代表ということで、ずっとマーケティングであったりとか、最近はちょっとキャリアコンサルタントの資格なんかを取りながら、マーケターの支援ということをしております。経歴なんですけども、簡単にちょっとお話をさせていただきますと、デジタル業界というか、マーケティング業界ですね、の方に携わり始めたのが、2004年になります。だいたい今17年ぐらいになりますかね。で、僕は人材業界で、転職支援サイトであったり、求人サイトで、今転職したい人っていうのを、なんだろうな、そういう人たちにそのサイトを認知してもらって、登録してもらうというためのマーケティング活動というものを行ってきました。で、その中で、広告の、バイングであったりとか、あとコンテンツの企画であったりとかっていうのもしてたんですけども、合わせてずっと僕、ウェブのデザインだったり制作ということも、独学でやってまして、それも含めてですね、いろんな CMS だったりとかオープンソースというものに興味を持っていろんな活動をしてたんですが、その中でコンクリート5という CMS と出会いまして、これすごくいいなというので、いろいろカスタマイズとか自分でやって情報発信している中でですね、エヴァンジェリストとして、ちょっと今はあまりそこまで多くは活動できてないんですけども、いろんなコンクリート5の活用法みたいなのを情報発信であったりとか、イベントでお話をさせていただいておりましたと。でですね、その流れでなんですけども、ちょっと自分がこう、何ですかね、ただ CMS で情報を、なんだろう、配信するというか、公開するっていうだけではなくて、もっとコミュニティみたいな形でユーザーとつながりながら、いろんな情報とかをこう配信できる仕組みって作れないかなっていうのを考えていて、ちょうどマーケティングオートメーションっていうのも、今から5、6年前ぐらいとかですかね、もう一般的になり始めてきていたので、コンクリートパイプと何か組み合わせられるものないですかねみたいなのを、そのコミュニティの中で話をしていたら、マウティックっていうのがあるよという情報をちょっとお聞きしまして、面白そうだなと思って自分でもちょっとインストールして使ってみ始めたというのがきっかけになります。で、それが、まあ、こうそうしてというか、コンクリートパイプの菱川さんという方いらっしゃるんですけども、その方と一緒にですね、じゃあマウティックのもう日本のコミュニティ立ち上げちゃおうよというような話が出てですね、その時のコミュニティ創立メンバーとして参加させていただいたのがきっかけで、マウティックどんどんこう自分でものめり込んでいったというような経歴になります。なのでマウティックミートアップというイベントとかもあるんですけども、その中で初めの方ですね、結構定期的に登壇させていただいたりとかしていたと。今もちょっとちょこちょこと顔を出させていただいたりしております。で、今、まあ、自分の会社を立ち上げながら、まあ、技術者というよりはマーケターの、キャリア形成のお手伝いというところをメインでお仕事としてはさせていただいているのが本業となるんですけども、まあまあ言うてもいろんな政策の経験だったりとか、技術的にやってきた経験があるので、こういうことができないかなと思うたびに、自分で手を動かしながらコンテンツ作ったり、まあ、ワードプレスだったり、コンクリート5みたいなシステムとか、マウティックみたいなシステムを使いながら、どんなことができるかっていうのを実験的に試したりということをしている状況です。で、そのような状況ですね。まあ、今、名前の横にちょっとツイッターのアカウント書いてるんですけども、こういったところでも定期的に配信しているので、もし、よかったらフォローをいただけると嬉しいなというところです。
でですね、マーケティングオートメーションに関しては、去年からですね、勉強会みたいなのも2、3ヶ月に1回ぐらいの頻度でちょっとやってまして、タイトルとしては真心を君にということで、著作権ギリギリのところでやらせていただいてるんですけども、今日この後ご登壇される、秋山さんであったりとか、あとアクイアさんにもですね、マウティックのハンズオンというところでカリキュラムみたいなものを提供いただいて、みんなでマーケティングオートメーション勉強しようよみたいなこともやっているので、まあこの機会でですね、お聞きになられている方で興味ある方、次回もし参加できるようであればぜひ参加いただければなと思っております。そんな感じでいろいろとマーケティングオートメーションというか、マウティックの方を使わせていただいているんですけども、今日のテーマですね、人材業界長いというお話をさせていただいたんですが、ずっとそれをメインにやってきたんですけど、今日はちょっともっと実験的なところで、自分のメディアですね、ブログに近いような、自社サイトがあるんですけども、その自分のメディアにおけるマウティックと組織名分析というものを連携させることによって、コンテンツ改善、どんなことを行っているかというケースについてちょっとお話しできればなと思っています。マーケティングの話になると、こういうことやると受注率何パーセントアップしたよみたいな数字のインパクトでお話しできると本当はいいんですが、どちらかというとやったプロセスについての話になるというところで、皆さんもぜひやってみていただいて、実際の効果については数字見ていただけると面白いかなということで、数字に関しては若干伏せながらお話をしていこうかなと思っているところです。でですね、ちょっと簡単にまた、MA に関しての経歴を、どんなことをやってきたかですね、に関して掘り下げていきながら、今日の本題に入りたいなと思っているんですが、人材紹介というか、人材業界ですね、が長かったです。人材業界ってどういう業界かっていうと、普通の B2B で言うと、自社サイトを用意して、そこを、ターゲットとなる企業さんに見てもらって、ダウンロード、資料ダウンロード、ホワイトペーパーダウンロードであったりとか、問い合わせを通じながら、今度営業さんにそのリストを渡してナーチャリングしていくっていう流れがあるかと思うんですけど、どっちかというとマッチングビジネスになりますと。転職したい人と、採用したい企業さんがいて、それをどう結びつけるか、その結びつける価値によって企業の価値が決まるというところで、どちらか一方に対して何かをするマーケティングっていうわけではありませんと。ただ一般的には、企業向けよりはまず先にマーケティングするのは、求職者を集めるところをマーケティングしていきますと。で、この場合、ナーチャリングというよりは、もう転職したい人をいかに集められるかっていう、潜在層の獲得っていうところに注力されるんですけども、一回登録してもらった人にまた広告なんかを使いながらまた活動したときに、うちのサイト使いませんかっていうのはすごく非効率なので、どんどんですね、休眠会員の掘り起こしであったりとか、一回登録あって辞めた人に対して、顕在化してまた来たっていうところのタイミングをアラートとして、トリガーとして受け取ってアプローチするというところで MA とかっていうのはよく使われています。そのために、定期的にコンテンツをメールで送ったりとか、新しいコンテンツをサイトに記載しながら、そこから自然検索経由で入ってきて、その人が入ってきたら分かるように MA だったり CRM をカスタマイズしてアラートを受けるというようなことをやってますと。まずここが大体大きなポイントになりますね。で、どんどんやっていくと、やっぱり求人側ですね、企業側に対しても同じようにナーチャリングしたいという当たり前の B2B な、リードジェネレーション的なナーチャリング的な動きというものをやりたいというニーズが上がってきまして、そのために、ホワイトペーパーダウンロードからのナーチャリングであったりとか。で、本来は組織名分析っていうのは大体企業向けに、当たり前ですよねと。ご存じない方で言うと、IP アドレスっていうのは大きい企業さんで言うと、グローバル IP アドレスというものが決まっていて、その組織はこの IP アドレスから、固定でアクセスしますよみたいな。支所箱みたいなものですかね、郵便局の支所箱みたいなものが、契約されていて、そこの IP アドレスからアクセスがあるので、この企業からアクセスあったんだなというのが分かる。で、その、アクセスがあったところで、組織名を分析した上で、その組織に対して何らかのインサイドセールスみたいなものを行うとか、
というようなアプローチをするという動きをしています。でこういうことを、実際の業務ではやってきていました。でですね、仕事上ではこういうことを全然やるんですけど、いざ自分のブログとかメディアとかってなると、あんまりそこまでやる人、まあまあいませんよねと。自分メディアってなんとなくこう、まあなんとなくって言ったらちょっと語弊があるんですけども、自分が覚えた情報とかを整理するために技術ブログを始めたりとか、まあ自己研鑽のその経緯なんかを上げていくと、同じようなことをやりたい人っていうのがいらっしゃって、その人が見てくれるので、アドセンスだったりとか、Google のアドセンスっていう、広告枠があるんですけども、そういう広告収益といったものが上がってくるので、まあ、ブログで記事書くと自分でもなんとなく収益化できるよね、みたいなところが目的となって、サイト運営をされている方はほとんどじゃないかと思います。合わせて問い合わせフォームだったりとか、いろんな技術的なところのソースコードをダウンロードしてくれる人っているのかなと思って、自分でもマウティックをそのブログに、実装してですね、ダウンロードコンテンツ作ったりとか、そういう機能を試してみたというのが、一番初めの、もう何年か前の、きっかけとなっていると。まあ、それがずる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 と運営をしてきていたんですけども、いざ自分の会社を立ち上げてですね、ただのブログだったんですけども、ちゃんとそこを法人的なサイトにしていきたいと、まだまだこれから途中なんですが、やっと思い越し上げて思い始めまして、ちゃんとしたいなということで、なんかこんなだらだらやってても、あんまりなんかこう、価値ってどこで生まれてくるのかなと、自分のビジネスに対して価値ってどうやって生まれてくるのかなというのを改めて考え直すみたいなところから、自分メディアをきちんとした、MA が機能するようなサイトにしていきたいなと思い直したのがきっかけになります。じゃあ、僕のサイトですね、メディアの方針としてどういうことをやっていきたいかというところを、まずやっぱりちゃんと目的を考えないと何をするかっていうのがブレブレになってしまうので、一回そこを整理しましたと。で、今、マーケッターの支援をしたいということなんですけども、実際働いてる人だけではなくて、やっぱり学生の方とかにもっとデジタルマーケティングとかマーケティングっていう領域面白いよと思ってもらいたいので、学生とかの、アプローチもちょっと強めていきたいなということで、研修講師として活動するためのリストをちゃんと構築していきたいなというのが、やっぱり、メディアの方針としては一番大きいと。なので、企業だけではなくて、ちゃんと学校ですね、学生にもアプローチできているようなサイトにしたいし、そういう人をターゲットに何らかの情報を提供したい。そうなった場合に、ちょっと問い合わせってハードルが高いなということがありまして、ダウンロードコンテンツなんかを通じながら、なんかそういった方々の情報を手に入れて、最終的には、イベントにつなげ、イベントの、なんだろうな、そのリストに対してこういうイベントやるんで来ませんかっていうような、アプローチからイベント参加を通じて、僕たちとコミュニティを作るというところに参加してもらえたら嬉しいなというシナリオを考えました。で、当初のコンテンツ計画としては、それをやっていく上で、マーケターのキャリアっていうのを考えるので、しかもデジタルマーケティングが僕の専門でもあるので、ターゲットのキーワード群ですね、ちょっとこれは SEO 的な考え方になるんですけども、マーケティング系のキーワードをいくつかピックアップしたり、ウェブのテクノロジー系のキーワードをいくつかピックアップしたり。で、このあたりはもともと技術系のその自分が試してきたことがすでにブログで上がっていたので、改めてキーワードを見直して、そのキーワードがどれぐらい月間検索ボリュームあるのかな、みたいなのを踏まえながら、ちょっとコンテンツの見直しを図って精査をする。あと改めてですね、マーケッターってどんなキャリアを歩めるのとか、キャリアってどうやって考えるのかみたいなものも新規でコンテンツとしては追加したりとか、でそれに応じるキーワードですね、っていうものをピックアップして検索ボリュームがやっぱりどれぐらいあるのかなっていうのをまず整理する。で、それに対して1ページ目とかに検索結果ですね、Google の検索の1ページ目に上がってきた場合、どれぐらいの流入数が見込めて、ダウンロードコンテンツを用意した時のコンバージョンレート、ダウンロード率ですね。流入してきてから実際ダウンロードしてくれる率っていうのがどれぐらいあるのかなみたいなのを計算していくと集められるリスト数が分かってくると。
このあたりは、マウティックっていうよりは SEO とかそういったコンテンツマーケティングの、テクニックになるんですけども、そんなことをシミュレーションしながらいろんなワードを拾っていきました。で、リストを取るときに、学生とかに学校名とかそういうのを聞いてもなんかめんどくさいから入力しないとかっていうのを言われるかなと思って、メアドのみ入力してもらうようにしてあります、してありました、当時はですね。でですね、結果、一応ダウンロードしてくれる人が集まると。ババーっとこの画面のキャプチャーを簡単に上げたんですけども、青い部分ですね、ドットビズ、なんとかなんとかドットビズ、あ、この会社さんなんだなとか、ドットコム、この会社さんかなと、ドット COJP、あ、この会社さんなんだな、みたいなのはいいんですが、あと、yahoo.co.jp とか、atgmail.com とか、そういうの、i.softbank.jp とかですね、こういうので入ってきてしまって、で、メアドだけだと、誰なのと。どこの誰なんだろうっていうのが当たり前なんですけど、わからない。で、これに対して学生向けのマーケティングイベントだったりとか、技術者向けの、技術ライトニングトークイベントみたいなのをいくつかやってるんですけども、そういったものを無作為に送っても全く響くかどうかなんてわかんないよね、ということで、もうちょっとリストの精度を上げたいなというのがどんどん出てくる。ただ、とはいえ、じゃあ学校名とか企業名やっぱ聞けばいいじゃんっていう話もあるんですが、それ聞いちゃうと、やっぱりなんか入力してくれる人が少なくなったり、リスト集まらなくなるのも嫌だなというのもありました。というところで、ちょっと今回活用させていただいたのが、静岡県の三島にある会社さんなんですけども、ジオロケーションテクノロジーという会社さんがありまして、どこどこ JP というサービスがあります。はじめに言っていた組織名分析の IP アドレスからユーザーの企業名だったり組織名とか、あとまあいろんな他にも付随する情報というものがわかる API があるんですが、それをちょっと活用させていただきました。実際どこどこ JP の方にも、先ほど言っていたマーケティングオートメーションの勉強会の、マウフォロー君にもご登壇いただいたりもしている、していただいたこともあってですね、そんな流れの中でちょっと活用させていただきました。結構細かいところまで、どこどこ JP の方で取れまして、企業フラグとかいろんな本支店フラグとかっていうのもありつつ、従業員の数が分かったり、資本金が分かったりとか。で、多分一番大きく活用されているのは業種の大分類、中分類、小分類、細分類ですかね。このあたりで業種業態が分かってくるので、そういったものを使いながらいろんなアプローチしている会社さんは、リスト化してですね、問い合わせにつなげたりとか、インサイドセールスにつなげたりというような使われ方されている会社さんは多いんじゃないかと。じゃあこの情報をマウティックのフィールドに追加しましょうということで、技術的なところなんですけども、マウティックのトラッキングタグに、これとはちょっと今省略してるんですが、どこどこ JP の API を呼び出すための JavaScript も一部本来は入ります。ちょっと契約の都合もあるかもしれないので、そこの部分は削除させていただいているんですけども、それを呼び出した上で、MT カッコの部分ですね。MT カッコ、センドカッコ、ページビューと書かれているページビューの情報を送るのと合わせて、カンパニーネームという、マウティック上のフィールドに、ゲットオーグネームっていうような、どこどこ JP 側で用意している変数を、渡すようにすると。そうすると会社名が入ってきたりとか、今、ZIP コードっていうのは、郵便番号とかですね。だからそういうのとか、会社の先ほどの大分類、中分類とかの業種コードみたいなものを渡してあげるというのを、ちょっと、タグの方をですね、トラッキングコードの方をカスタマイズしてあげれば、情報の方がどんどん入ってくるようになっています。で、このあたりはもうウェブ上にも、どこどこ JP のサイトの方にも公開されているので、そちら見ていただければ、技術的なところは非常にシンプルに、実装できるかなと思います。ただ一個ちょっと、今ここには書いてないんですけど、ポイントとしては、その業種業態コードっていうのが数字で確か入ってくるので、その数字が何なのかっていうのを置き換えるか、自分たちでその数字が何かっていうのを判断するか、どちらかをマウティック側に、情報として置き換えてあげるような作業っていうのは必要かもしれませんと。これは使い勝手によります。このフィールドに対応する情報をトラッキングコードをカスタマイズすることで送信できますと。
まあ、このあたりはワードプレスだったりコンクリート5とかでも必要な入力フォームに入れてもらった情報をトラッキングタグに入れることで送れるというような技術的な対応と同じになりますね。で、実際にここで入れた情報ですね、僕はもうもともと会社の情報として用意されていたフィールドに入るようにこちらのタグでもそうなんですけども設定しています。もちろんご自身で用意されたカスタムフィールドに対してどこどこ JP の情報を入れるということも可能です。それも自社でどうやって活用するかというようなところで、どこのフィールドに情報を入れるかというのは決まってくるかな。ただまあ元々会社のフィールドが用意されているのでそちらに入れてしまった方がまあ楽かなということでちょっと僕は元からあるフィールドに入れました。で今ちょっと会社の名前は会社名はマスキングしてるんですけども実際にコンタクト表示件数ちょっと画面小さくて申し訳ないんですが各会社に対してコンタクト表示件数2件とか6件とかっていうような形で複数のアンノンリードというものが記録されているのが分かりますと。一社に対して一つのコンタクトではなくて、まあ、ブラウザのクッキーベースで、ユーザー判定されているので基本的には一つの会社から複数のアクセスがあっても全て別々で入ってくるかなというところですね。であとまたそこからダウンロードコンテンツを通じてメールアドレス入れてもらえればちゃんとした、アンノーンではないリードとして活用できるようになるというふうになっています。で、ここからですね、本来であれば組織名で、分かったところでどういうコンテンツ見てるのかっていうのを見ながら、そこに対して、見ている製品情報とかそういったものをリストとして使うっていうことを、まあ一般的というか一番、初歩的なところではやるんですけども、ちょっとコンテンツマーケでも活かしてみました。ということで、マーケティング系とウェブテクノロジー系とキャリア系で、やっぱりなんか閲覧傾向ってそれぞれちょっとずつ違うんだなというものが分かりましたと。ざっとただアクセス数だけ見ていると、どれがページビュー多いかとか、セッションが多いかとかっていう話になってしまうんですが、今回やっぱり学校っていうところが僕の、リードターゲットとしては、特徴的なところになるので、企業か学校かその他で分類で見た場合に、名前はちょっと右2つは書いてないんですけど色は一緒だと思ってください。水色が企業で赤が学校でグレーがその他の割合だとした場合に閲覧の傾向と実際にダウンロードまでつながる傾向といったところにちょっと違いが出てきます。マーケティング系に関してはあまり細かい事例とかまで入れながら具体的にどう実務に生かしていくかって話をしていくと企業側がやっぱり増えがちなんですけどもそれよりはもうちょっとマーケティングのフレームワークみたいなものがダウンロードできるとか活用できるみたいなものを用意しておくと学生のダウンロード数が増えてきてこちらに関しては学生向けのイベントリストに使えそうだなということでマーケティング系のワードに関しては学生向けのコンテンツにどんどん書き換えながらかつ、Google でも上位表示されるようにキーワードなんかをちょっと考えながらコンテンツの改善に当たっていくとあとダウンロードのコンテンツリストと、改善ですねダウンロードコンテンツの改善に当たっていくと逆にテクノロジーに関してはやっぱりどうしても閲覧がある程度あったとしても学生にはダウンロードまで響かないみたいなので、ここに関しては企業からのアクセスに対して技術者向けのセミナーリストとして使えるようにダウンロードコンテンツも用意しつつ、コンテンツも改善していくというような、改善が取れましたと。キャリア系に関してはちょっとまだまだ僕の方で活用しきれてないので一旦保留にはなっているんですけども今後また同じような感じで改善ができればなと思っているところです。で今ちょっと自分のサイトもこんなのも踏まえながら、自社の、展開も踏まえてリニューアル予定ではあるんですけども継続してマーティック使いながら、こういう情報も得ながらですねコンテンツ改善をしていきたいなと考えているところです。ということで、ざっくりとさっと、やっていったんですけども、こんな感じでやっぱり、組織名分析を行うことで、ターゲットをちゃんと絞り込んだ上で、コンテンツだったり、順位改善というものにもうちょっと絞って、ユーザー層がどういう人なのかっていうのに絞り込んで改善が行えましたというような事例になります。ということで、まとめですね。
もともとメールアドレスしか入力させたくないというところもあるんですけども、組織名付与するってことは、欲しい情報が得られるっていうだけではなくて、ユーザーにとっても無駄な情報だったり、無駄なアプローチから解放されるということになるかと思います。その資料をダウンロードしてしまったがために、学生なのに技術者系の、なんかバリバリ働いている人向けの技術者イベントに、招待されても興味もないだろうなというようなところで、アプローチからも解放されるんじゃないかなと。ユーザー視点で見たときにはメリットも大きいかなと思っています。またですね、組織名が分かってから何かを改善すると、改善じゃない、リストとして使うというような形の前のコンテンツの効果を測る上でも、組織名といったものは随分活用できるんだなというような実感を受けました。であと MA やってると、なかなかカスタマージャーニーってあんまり機能しないというか、やっぱりその何かアクションを起こした時のポイントをつかんで、そこでアクションをリアルタイムで起こすみたいな動きをすることもあるんですけども、コンテンツマーケに関してはやっぱりコンテンツを改善した上でイベント参加までの、精度をどんどん上げていくというようなフェーズを踏まえて、コンテンツマーケティングできるんだなということを実感しましたということで、このあたりぜひ参考にしていただけたら私としても嬉しいですというのが、今日の、私の発表になります。ありがとうございます。すいません。なんか急に最後締めちゃいましたが。はい。ということで、組織名分析を活かしたコンテンツマーケティングのお話でした。ありがとうございます。はい。寺岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、もう、7時になりますので、時間になりましたら次はですね、秋山さんの、MA、SFA、そして CMS との連携について7時からお送りいたします。少々お待ちください。寺岡さんありがとうございました。